どうも本能のコマの釣り師です。本日の釣りは先週リアル時間で先週に引き続きまして、金沢市内での釣りになります。場所は金沢港大野地区でございます。この釣り場別名石川県一釣れない釣り場ではあるんですが、まあ、こんな感じで駐車場も近かったりとかして、まあ、非常に行きやすい釣り場であります。まあ、釣れない理由は人が多いから、釣り人、人口両方とも含めてだと思いますが、まあ、逆に言うと町の中から非常に行きやすい、一番手軽な釣り場であります。今回やりたい釣りがありまして、この金沢港の地区で白ギスを釣って、でその白ギスを大きい針につけて、打ち込みで大物を狙ってみたいと思います。さてさて、まずは白ギスをちょい投げで釣っていきます。竿がエギングロッドの 2.5m、 道糸が 0.8 号の PE ラインに、同じく PE2 号の力糸をつけております。重りがジェット天秤の8号、針がキスの6号、餌は今回は生の砂利面を使っております。石5回ですね。さて釣れるでしょうか。まずは白ギスですね。お、当たりました。これで白ギスが釣れれば、餌は確保できます。さてどんどん釣っていきましょう。そろそろ打ち込みの準備を始めていきたいと思います。時間帯的には夜になるんですが、明るいうちから準備をします。竿は磯竿4号 4.5m、道糸が PE2 号で、重り10号中通しをつけまして、ハリスが4号、針がチヌの5号です。餌はもちろん先ほど釣れたキスを生きた状態でつけます。これが1本目の竿です。もう一本の竿は昼間キスを釣っていたエギングロッドに、この石持ちの胴突き仕掛けをつけまして、ここに別に買ってきた青い染めをつけて、青虫ですね、これをつけて投げていきたいと思います。森山
自分が今しようって襲いかかっている。